欲しいな、これ。いい場所。名前忘れて。新選組の発信。新選組が戦ったやつ。そこは不思議の戦いの、なんか、ね、わからへん。全記憶がわからへん。下降りるとこないんか。全然こっち回ってくる必要なかったんじゃないか。なかったけど、名神かな。名神、名神。名神やなぁ。自分出してるやん。こんな30の日なぁ、出かけたらあかん。自転車がええねん、自転車。車出てたら済むねん。城南宮第2出口、第2出口、どうでもいいよ。京都南インター出口が2個あんの。珍しい。第1出口と第2出口。だからなんやねんって感じだけど、第1出口で仮に出られへんかっても、大阪方面向かうんやったら第2出口で OK。というか、伏見に帰んやったら第2出口で OK。やっほー。市内行くんやったらちょっとめんどくさいなって感じだけど。ニオンとか知らん街道、武田街道とか、まだ全部違う。ここホテルだ。
ここを出口にしたんやろって感じかな。中心から外れてる方がこの橋ってのが分かったり、またよりによってこんなところに意外と川見るきれいな、ひなびた感じがいいよな、名刺の横やけどな。というか向こうまっすぐ行った方が良かったんちゃう、出てきんねん。砂利屋さん。コンクリート屋さんか。どこやろ。まっすぐ行ったところで、壁田の方で行くんか。
なんかこの辺とかあんま来てへん。裏伏見ってないな。裏伏見とか勝手に勝手なのが出てくる。伏見広すぎやん。感じが違う。近鉄や、近鉄や、近鉄や、滑り台もあるじゃん。